最近はね、しおりをね、返事隊長に一緒になってるの。勝手に自分たちで作ったんだけど、こうスタッフさんとか外の現場とか歌番組で説明してくださってる時に、やっぱり大人数だからこそこうしっかりね返事をしたいなってことで、挨拶とか久保ちゃんと私とあとあやねとあとねまゆもかな、まゆもこの間言った気がする、あとさやもで、木ごとに必ず一人は作って、みんなもちろん返事もするし挨拶もするけど、より木ごとに一人ずつちゃんと大きな声でやろって言って返事隊長に任命したのすごいでしょ、楽しいよ。だからなんかより仲良くなれた気がして、